はい、どうもあるです。皆さんこんばんは。左画面です。今日は CPU やばいで通常プレイをやっていきます。通常プレイですね。なぜかというと、毎回言ってるけど、あ、これは行くんだね。毎回言ってるけど、オンライン潜って一回当たるじゃん。で、負けるじゃん。で、そこで回線切られることもあるんだけど、今日も2回切られたんだけど、いいじゃん。別にいいんだよ、もう慣れたから。でもね、それで、もう一回当たるじゃん。同じ人に。そうするとね、マッチングしましたってなるじゃん。もうマッチングしましたで、試合が始まる前に回線切られんのよ。せめてさ、マッチングしたんだから1試合くらいはやろうっていうさ、なんないのかな。なんないのかな。悲しいんだけど、普通に。これ、色がこれんだけど。で、黄色、揃えて。で、さっきね、連鎖縛りみたいの練習したの。コメントでも言われたし、前々からやろうと思ってたから。でね、ああいうのやるとね、一つだけ問題があって、連鎖縛りってことは技をさ、自力でさ、組むのがめっちゃむずいし、相手が CPU やばいだから、別に普通、CPU 普通とかだったら余裕なんだよ。余裕なんだけど、CPU やばいだから、難しいじゃん。で、過去にもラッキーだけで勝つ縛りとかもやって、そういうのもさ、自力で揃えられないでさ、ずっと待つのみじゃん。リーチへかけて。問題が生じるの。もう1時間くらいやってると、イライラが止まんなくなってくる。だからちょっとね、通常プレイで CPU やばいをボコボコにしていこうと思う、今日は。ボコボコに。1試合もカットしないで、頑張ってボコボコにする。で、ボコボコにすると言ったのにもかかわらず、ヘキサゴンを組めないで、しかも黄色が来なくて、しかもピラミッド。このスピードでピラミッド。カスですね。カスですね。うん、いいや。ちょっとね、でも。連鎖縛りは単純にやってみたい感はある。やってみたいというかね、難しい。俺、ぷよぷよとかもさ、ぷよテト持っててさ、やってたんだよ、かなり。でもね、無理なんだよ、マジで。俺、そういう系が。いや、パズル系無理なの、俺、ゲーム。じゃあ、なんでこの実況めっちゃ出してんだよって話だけど、シックスボールは意外とコツをつかめば簡単ってことだね。だって俺、ぷよぷよ、相手に打たないようにしても、10連鎖組めないからね。もう、フルで時間をもらっても、10連鎖組めないから。あれさ、連鎖組める人さ、神だよな。で、これね、今日1回も負けません。CPU やばいに。1回も負けない。言い訳しない。任天堂のせいとか絶対しないから。安心して。で、これ、こっちから打って、ピラミッドよりヘキサゴン。ピラミッドよりヘキサゴン。で、相手がストレート揃わない。で、ラッキーも来ない。ふっ。はっはっはっは。で、俺はもう誓う。スプラトゥーンを来週までに出す。スプラトゥーンを来週までに出す。動画を。スプラトゥーンが、辛いけど頑張って出す。あー、これミスった。ミスったから、赤。ミスっても勝てるということをね、証明したいんですよ、私。なので、あえてミスりました。あえてね。あえてミスって。で、これね、緑の、ゾロ目が来るっていうのが未来が見えるんで、わかりました。未来が見えるんで、わかって。で、ここエキサゴンと、どんだけミスるん今日。あ、でも、これね。ゾロ目が来るの分かったからね、あえてミスりました。これ負けな、負け、大丈夫か。ラッキーが、あ、ライスナイスじゃなくてライス。ライスおかわり。懐かしいな、高校生の頃とか。高校卒業してさ、あの春休みっていうか、めっちゃ時間空くじゃん。あの時友達と飯行ってめっちゃご飯食ってたな。ライスおかわり自由のところで普通に10杯とか。で、これは黄色ちょっとゴリ押すけど間に合うね。ダブルからのゴリ押しで打っていく。これトリプルですね。実質トリプル。これは耐えないんでしょうか、相手は。まさか、ここで一発でやられる。はい、神。動画だから、マジで、
カットしちゃえば連勝になっちゃうから、マジで証明できない。だから別に何連勝って言った動画では別にどうでもいい。あ、チャララ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 、ミスっていくよ。どんな気にするの今日、マジで。これ黄色ご利用したい。無理だった。黄色振らないか。こうなるとここまでご利用して2発目が打てないとちょっと厳しくなるんだよ。でもすぐ揃えられた。相手揃わない。でこれはねネクストが見えてたんで、これで組めるから組んで、ちょっと真剣になってます。で神のストレート、ここまで読んでるからね。ごめん、さすがに嘘。そこまで読めてたら俺 AI だわ。あー、それは無理だな。一旦消して地形低くして、相手はあれもう活かせないから。やばい、これ負けそう、負けそうな気がする。まずいか。あ、黄色振ってくれた。まあ、振んなくても別に揃えられたんだけど、次ので。まあ、振ってくれるに越したことはなくて、どんだけ、待って。ミスりすぎだよ、先輩。先輩。これやばくないですか？やばくないですか、それ。お願い、ラッキー。やばくないですか？ちょっと揃えたらやばい、それ。緑揃えよう。即ミド、即ミド。あ、嘘、切ろ。あ、危ねえ。危ねえ。揃えたんだけど、色がなくて、あ、でも大丈夫。黄色。これ赤消えないようにして、あっち側で。あ、ちょっと遅いな、俺。これラッキー来たらやばいんだよな。ここで。大丈夫か。そう、CPU やばいに負けるのは、変なミスをするか、ラッキーが相手が怒るかの2択だから、負けるときは。で、ちゃんとエキサゴン組んで、多分これ刺さると思う。これは刺さるんじゃないか？うん、刺さったね。危なかったー。でも激アツ展開だったね、さっきの試合。ちょっとミスった方が、展開がね、良くなるっていうのが分かってるから、あえてだね。エンターテイナーだから。どこがで、これ青を打って、ワンチャン赤間に合うかな。相手緑か。赤間に合うね。で2発ヘキサゴン打てれば大体勝てる。9割勝てる。ラッキーが来なければね、相手の。ラッキーが来たらちょっと逆転される可能性が出てくる。でこれはさすがに打っちゃって、で紫が利用できないからこっちで利用して OK。 あ、そうそう、明日ねキャプチャーボードが届くの、新しい。だから多分今週のど、あ、待って、それはさすがにやばい。初頭って何、初動打てなかったらもう話にならないか。あ、相手の方が遅かった。そう、そのキャプチャーボードが来て、まあ、これ紫から打ちたいな。紫から打てば青が打てる可能性がある。来て、ちょっとね、どんなものか分かんないから、一応8000くらいの買ったから大丈夫なんだけど、ワンチャンテストみたいな感じで配信します。画質が悪かったら、どうしようかな。新しいキャプチャーボード買って画質悪かったらもうさ、無理じゃない？配信無理でしたみたいになるじゃん。もう今後配信ちょっと数ヶ月できませんってなるよね。これまずくない？危なかった。相手ストレートか。なら全然大丈夫だ。で、でって感じなんだけど、これさすがにいつもならストレート狙ってるんだけど、今日はお手本になるようなプレイしたいから、ちゃんと技打って相手来たもんか、まずいな。お手本のあるって呼ばれてるからね。全部嘘。すぐ嘘つく。んで、これちゃんと縦置きして、あ、やばそう、相手。あ、終わった。それは終わった。あ、でも俺も噛みった。これね、
こうやって相手の火力が降ってからだから、俺もラッキー起これば爆発するんだけど、ラッキー起こってもう一個起こってくれれば楽なんだけど、まあ起こんないと任天堂のゲームなんでね、そこら辺はねちゃんと理解した上でプレイしましょう。あ、これ無理だ、間に合わないから緑振れね。これが任天堂のゲームです。神ですね、神なんだよな本当に。あー、ちょっと緑が利用できなかったのは痛いけど、はいよかった、負けそうだったよ今。そうだったね。でこれこっち、あ、こうか。でこれで一応トリプルマッチ C のこれ打っちゃって、緑も打てそうワンチャン。打てねえか。でもリーチを2つかければさすがにどっちか振るんだよね、任天堂のゲームですから。今日はね任天堂に愛されてる、やっぱ任天堂神なんだよな。結局神っていうところあるからね。待って、赤来てほしい、ナイス。で赤来て、そしたらこれきつくないっすか。そしたらちょっとこれきつくない、待って、あぶねえ。紫しか待ってなかったという事実があったから、あれは負けたとしても任天堂のせいじゃないね。でこれ赤を揃えに行きたくて、赤が埋まっちゃったから青で、まあヘキサゴンがいいんだけど、妥協してピラミッドを相手も打ってきて、ここ待つか。冷静です、冷静パスタになってますね。でこれワンチャンダブルないな、ないからとっとと打つ、いつもと違うとっとと打つ。んでここ待つ、んでワンチャンあそこ、これでやって、これ青でさ、これ青でさ、ごめん、青も赤も来ねえ、青でこれ技起こせばさ、黄色あれ踏んない、あそこに、あ踏んねえわ。あでも紫消えて、神連鎖神連鎖しました。何も予定外想定外のことが起きて神連鎖になった。それでしかもストレートができて自動的に、しかもそれで打てるという神ゲーですねやば、今日負けてねえんだけど、ガチで負けてないと楽だわ。編集が変なクソつまんねえ試合をカットするのがさ、やべえって思ってさ、たまにね最後エンコードするときに、あやべえギリギリ気づいたっていうのがあるんだよ。なんかうわこれ使うところだったこのシーンとか、絶対使っちゃいけないようなクソつまらない試合をねカットするのがね地味にね忘れちゃってたりするから、こうやって全部勝ってればまあ別にカットしなくて済むし、だここまで来たらもう負けても別にそれカットしなくて済むし、でストレート打てるし、でヘキサゴン決まるし、神連鎖だし、クロちゃんダシンは決まるからダメよ。で赤を消せば、おっ、オッケー切ってね、いつも録画できてるか気になるんだよね神試合が連続すると、連続はしてねえな、ちょっと後半がいつも神になるんだよな、そこがあれ。いやマジどうしようかしら、自動的に揃わない、うん、これねちょっとね、あやばくない、あぶね、ちょっとやばかったね、ちょっとやばかったけど、神ゲーだった神ゲーだった、あでもなやばくねこれ、やばやばやば、
もう何も喋ってないからね。あー神ゲーだった。あー神ゲーだった。で赤消えちゃうか、それ土台が消えちゃうけど、こっちの赤が残ってるんで、残ってるんで、危ねえ。あーギリギリ揃われた。いやーちょっと下手だったな俺が。それは下手だった、認める。あー紫来ない、そこにすっぽりはまることはない。でこっち紫やばくね、終わったくね、さすがにこれ終わったな。今日これでお別れかもしんない。あ、ちょっとごめん。ちょっとこれで今日は終わろうかな。ちょうど負けちゃったしね。ちょっと連鎖とかね、ちょっと練習してるんで、まあできる日が来たら出します。バイバイ。